捕虜にろうそくを食べさせる、スプリックス船長アレンイ,インターの、シガレットカード、パイレーツ・オブ・ザ・スパニッシュシリーズフランシス・スプリックスは、エドワード・ローやジョージ・ラウザと関わりが深く、1720年代初頭に、カリブ海やホンジュラス湾にて活動した、英国の海賊である。他の多くの海賊と、同様、スプリックスの生い立ちについては分かっていない。1722年、 ローがラウザの一味と別れた時にローに同行した。スプリックスはかなりの機関ローと共に行動しており、一味の悪事に大いに加担していた。しかし1723年末、ローの一味がギニア沖にてハント船長が指揮するデライト号を打破した際、スプリックスはこの船に乗ってローの元から離脱してしまった。一味の乗組員が冷淡に人殺しをしたため、 スプリックスはそのものを公主刑にするよう主張したが、ローがこれを拒んだためである。スプリックスは離脱した19人の中から船長に選ばれた。一味はジョリー・ロジャーと称する海賊旗を作り、それを掲げて船長と乗組員のために祝報をあげた後、獲物を求めて航海に乗り出した。西インド諸島に向けて航海を始めたスプリックスの一味は、 ポルトガル籍の船を打破したが、その船に与えられたのは、略奪だけにとどまらなかった。スプリンクスは牢に負けず劣らず残忍な性質を持つ男で捕虜たちにとあるゲームを強制した。そのゲームとは、マストの周囲に火のついたサレコーベを輪のように並べ、その輪の中で捕虜に走らせるというものであった。捕虜が走っている間、海賊たちは輪の外から、 カトラスやナイフなどの武器で捕虜の体をつき、やがて衰弱してしまうのである。この余興が終わると一味は、ポルトガル人の船員たちに、わずかな物資を与えて放逐し、船には火を放ってしまった。さらに、セントルシア付近で、バルバドス席のスループ船を打破し、略奪した後で船に火を放った。船員たちには、海賊の仲間になるために署名するよう強要し、 これを拒否した者には切りつけるなどの虐待を加えた。翌日、マルティニーク島の船が一味に打捕されたがこれは火をつけられずに済んだ。さらにその数日後、ジャマイカから航海してきたホーキンズ船長の船を打捕し、物資を略奪し、船内を荒らし回って悪行の限りを尽くした。そして航海士のバリッジ他数名を仲間に加えた後、数日間連行した後で放免した。 3月27日、パイク船長のロードアイランド席のスループ船を打破し、乗組員全員を海賊船に移乗させた。しかしスループ船の航海士が海賊の仲間になることを拒否すると、一味は彼に貴様の背中に斜面状を書いてやると言い放ち、海賊一人につき10回ずつ無知で撃つという拷問を加えた。4月2日、新たな獲物を発見した人味は、 攻撃を加えて投降させるが、それは数日前に解放したばかりのホーキンズ船長の船であった。獲物に値打ちがないと知った人味はひどく失望し、その責任をホーキンズに押し付け、彼らはホーキンズを殴りつけて虐待を加えた。かつて、ホーキンズの部下だったバリッジが、ホーキンズの除名をこうたため、命だけは助けられたが、一味は船に火をつけてしまった。しかし、 それでは、気が収まらなかった人たちはホーキンズを脅迫し、皿に盛られたロウソクを食べるよう強要した。ホーキンズの船に乗っていた他の捕虜たちもこれを強要されたという。一味は、ホンジュラス湾の近くにある無人島に捕虜たちを置き去りにしたが、このうちの一人は、一味の虐待がもとで死んでしまった。その後、一味は、ウォルタームーア船長を待ち伏せるために、 セント・クリストファー等に向かった。ムーアはかつてブランキラ島にて、ジョージ・ラウザを襲った男であり、スプリックスは名優を死に追いやった、この男を見つけ次第殺してやろうと考えていたので、ある。しかし結局ムーアは発見できず、マルティニーク島のフランス軍艦に遭遇し、逃走を余儀なくされてしまった。かつてローの総打手だった頃、スプリックスは、 ソルガード船長式のグレーハウンド号の攻撃に遭い、両船の船長であるチャールズ・ハリスを失っていた。バミューダ諸島へ北進した人味は、途中でボストン籍のスクーナー船を打破し、船員たちにソルガード船長を知っているか質問した。ソルガードを知っていると答えた者には先日のゲームによる虐待を加えた。6月4日、セント・クリストファー島の風上に向かった人味は、 トロット船長が指揮する船というスタシア島席の船を捕らえ、木原しとして乗組員たちをマストに吊るし上げ、甲板に叩き落とした。彼らの骨は砕けたが、海賊たちはさらに彼らを無打って、甲板中を追い回した。その後、ジャマイカのポートロイヤルを気にて、スループ船を略奪し、港に停泊していた軍艦ダイヤモンド号とスペンス号に追われることとなる。 スプリックスは、ホンジュラス湾に逃走し、スループ船を捉えてシップトン他数十名の仲間を、加え、当地で10隻から12隻の船を略奪するが、これらの最中に追跡してきた軍艦の砲撃を受けて、再び逃走を余儀なくされる。1725年、逃走していたスプリックスの一味は再び、バハマ諸島に訪れるが、キューバにて、ダイヤモンド号と遭遇してしまう。 ダイヤモンド号はフロリダの海岸まで海賊船を追い詰め、シップトンの船は座礁し、海賊たちの多数がインディアンに捕まった。インディアンたちはそのうちの16人を送ってしまったとされる。数十名がハバナに連行され、シップトン以下12人は再び軍艦に追われて陸に逃走した。難を逃れたスプリックスはアメリカ本土で船を奪い、海賊行為を続行したが、 ロアタン島にて、スペンス号に攻撃されてしまった。船に火を放たれて、森に逃げたが、その最後は分かっていない。ありがとうございます。